東道工事は、移設藩の第二代藩主。東道家、宗家二代。慶長六年、当時伊予今治藩主であった、東道高虎の嫡男として誕生した。高虎にはなかなか実施ができなかったため、庭長秀の子を養子し、高吉として迎えていた。高虎が四十六歳の時、ようやく実施である工事が生まれ、寛永七年。 高虎が病死すると工事がその後を継ぐこととなった。なお、高吉は、官営九年に、今治から伊勢に転覆されたが、官営十三年に、工事の命令で、伊賀の針へ転覆、名張東道家を起こした。工事は、自分の地位を脅かす存在として、高吉を危険死し、共法年間まで、名張東道家と本家との対立は続くこととなった。寛永九年の江戸城、 二の丸、寛永16年の江戸城本丸消失後の復興、慶安5年の日光の太陽陰霊病などの数多くの石垣武進を行った。ところが、津藩はこれらの石垣武進の負担により財政が極度に悪化し、工事は年貢増収による財政再建を図って、新田開発を積極的に奨励するなどの改革に努めた。 しかしなおも江戸幕府の不審費用を積極的に負担したため、財政はさらに悪化の一途をたどっていった。漢文9年、隠居して、家督を長男の多角に譲る。遠方4年11月16日に死去した。ありがとうございます。